バラをかたどった干菓子。原料に食用の藍が使われており、甘さの中に独特のほろ苦さを感じます。こちらの干菓子には焙煎したコーヒー豆が使われており、口に含むとエスプレッソの香りと風味が広がります。京都市下京区四条通り沿いに佇む1716年創業のお菓子司若狭屋久重。初代長寿屋一兵衛が徳川家に随行し江戸から京都へ、以来二条城御用達を務め、現在に至るまで300年以上にわたり和菓子を作り続けてきました。今回の主人公は若狭屋久重8代和菓子職人の金沢美智子さんです。お干菓子ってなかなかこう皆さんに食べていただく機会の少ない和菓子かなと思うんですね。お茶のお稽古とかされてる方だったらお稽古の時にお召し上がりになられることもあるかなと思うんですけれども、なので多くの方に食べていただきたいなと思っていろいろなフレーバーを加えたお干菓子を作っています。若狭屋久重では干菓子を主力に須浜やもなかといった和菓子を手掛けており、金沢さんは店の伝統ある和菓子を守りつつ数々の新しい挑戦をしています。金沢さんの和菓子作りを見せていただきましょう。使うのは大豆、青豆をいってひいた須浜粉、須浜粉ときな粉、上白糖を混ぜ、こし器を使い粒子の大きさを揃えます。次に煮詰めた米飴を加え生地を練ります。ローストしたアーモンド、くるみ、カシューナッツを使うのが金沢さんのオリジナル。手作業で練り上げます。最後に生地を木型に入れ型抜きします。浜辺の曲線を意匠化した名菓須浜きな粉の素朴な味わいに、ローストしたナッツの香ばしさとカリッとした食感がアクセントになっています。こちらは紀州南高梅の粒を加えた干菓子。梅の酸味が干菓子の上品な甘みを引き立たせます。個性豊かな和菓子を手掛け、店の伝統に新たな風を吹き込む金沢さん。実は金沢さんにはもう一つ別の顔があります。それが、インド舞踊家。世界で最古の舞踊といわれるインド舞踊。信仰に深く根ざした踊りとして発展してきました。金沢さんが踊るのは南インドの古典舞踊バラタナティアムです。ヒンズー教の寺院から生まれた祈りの踊りになります。直線的なダイナミックなフットワークが特徴の踊りなんですけれども、私がこう何か体を動かしたいなと思った時に、幼い頃父に連れて行ってもらったインド舞踊の公演を思い出して、それがきっかけで始めることになりました。金沢さんは和菓子職人の道を選び、
家業に従事していましたが、店の規模の縮小により41歳の時、やむを得ず家業を離れることに。その時、趣味だったインド舞踊を本格的に学ぶことを決意しました。金澤さんは2011年にインドへ留学、およそ1年にわたり本格的に舞踊を学びました。帰国後はプロの舞踊家として講演活動や講師をしています。インド舞踊家として活躍する金澤さんですが、一方で家業を継ぎたいという気持ちがありました。もともと両親は自分たちの代でこの店は閉めるっていうふうに決めていたんです。私は折に触れてやっぱこう続いてきた仕事だし、私自身好きだったので、どうかな継ぐのってって聞いてたんですけれども、最終的には母が私の気持ちを汲み取って尊重してくれて、2018年に再び家業に戻ることができました。今は父も応援してくれて、また毎日父からいろいろなことを学んでいる最中です。和菓子職人とインド舞踊家、2つの顔を持つ金澤さん。金澤さんは2019年にインドがテーマの干菓子を作りました。和菓子職人でありインド舞踊家という異色の顔を持つ若狭屋久重八代、金澤美智子さん。金澤さんは2019年にインドをテーマにした干菓子を作りました。材料は程よい甘さとまろやかな口どけが特徴の徳島県産の和三盆。和三盆に本くずと水を加えた生地をこします。次に加えるのが、なんとスパイス。シナモンやクローブなど6種類のスパイスを使います。和三盆がミルクのような風味に似てるなと思って、そこからこうチャイをイメージしてスパイスを混ぜてみようと思いました。舌触りっていうのがお干菓子とても大事なので、スパイスもできるだけこう細かくすりつぶして、口の中で優しく溶けていくことを心がけています。スパイスと生地を合わせ、最後に型抜きします。型抜きは最も重要な工程。型に生地を詰め抜く技術の良し悪しが干菓子の食感に大きく影響します。型にきちんと沿って生地を詰めて、そして抜くのが大事なんですけれども、詰めすぎると商品になった時に口どけが良くないので、空気を含ませるような感じで打つことで、口に入れていただいた時の口どけが良くなるように打っています。完成したのは、象の頭を持つインドの知恵と幸運の神ガネーシャをかたどった干菓子。スパイスのエスニックな香り、口に含むと泡雪のように溶け、和三盆の優しい甘さとともにピリッとしたスパイシーな味が楽しめます。お茶はもちろん、紅茶やワインなどにも合う新しい干菓子です。お干菓子自体はうちの父が試行錯誤をして今の味を完成させたんです。そしてお客様が久重さんとこのお干菓子おいしいなって言ってくださる声を聞いて育ってきたので、伝統の味は守りながら、そこから自分がイメージするお干菓子お菓子っていうのも取り入れて
やっぱりこう絶えず挑戦していきたいなと思っています。和菓子職人とインド舞踊家、二つの道を歩む金沢美智子さん。インド舞踊は神との交流を図る手段、肉体によって神話を語り感情を表現します。金沢さんは知らず知らずのうちに和菓子にも新しい物語を紡ごうとしているのです。